こちら川崎競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。オーシンイーグル、これはいいスタートを切りました。シグナルマスター、この馬も好スタートを切りました。前へ行くのがロイヤルワース、これに続くのがシグナルマスター。オーシンイーグル、そのうちに続いています。青の帽子マイネルメロディ、その後ろ、その外からランニングダイヤ、並んで7番アサヒヘラクレス、グリークファクト、そのうちに続いています。その隣にドラールウォーカー、ミスター東人、後ろからになりました。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。もう一度先頭からアサヒヘラクレス、先手を取りました。少し間が空いてオーシンイーグル、その外からランニングダイヤ、並んで3番メテオサンクス、この辺りで各馬第1コーナーに殺到していきました。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはアサヒヘラクレス、すぐ後ろにオーシンイーグル、好位置をキープしています。ミスター東人、すぐ後ろにロイヤルワース、その外からランニングダイヤ、並んで10番ドラールウォーカー、シグナルマスター、この馬もこのグループ、その外にマイネルメロディ、グリークファクト、そのうちに続いています。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでオーシンイーグル先頭に変わりました。ノーブルグルーム、ほとんど差がありません。大外からピンクの帽子ミスター東人、伸びてきた。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。ここで先頭はミスター東人、ミスター東人先頭、2番手はオーシンイーグル、残り 100m、 ミスター東人先頭、2番手はオーシンイーグル、ミスター東人今ゴールイン。段違いの強さです。ミスター東人1着、2着はオーシンイーグル、やはり中央の馬が強かった。勝ったのはミスター東人。中京競馬場、本日の第5レースの発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのは桜爆心王、綺麗なスタートを切りました。ダッシュをつけて桜爆心王行きました。これに続くのがロイヤルキルデア、その隣にポーセンエナジー、オールクリスタル、すぐ後ろ最後方にリトルブレーズ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度、依然として4番桜爆心王、この馬がペースを作っています。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前は桜爆心王、ロイヤルキルデア、ほとんど差がありません。当選エナジー3番手、さあ桜爆心王このまま逃げ切れるかどうか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は桜爆心王、ロイヤルキルデア続いています。4コーナーをカーブして、さあこれからです。桜爆心王先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手は当選エナジー、懸命に追いすがります。あと 200m、 桜爆心王先頭だ。残り 100m、 桜爆心王差を広げる。2番手は当選エナジー、桜爆心王1着、桜爆心王完勝、桜爆心王1着、2着は当選エナジー、これは物が違う。桜爆心王4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立った、エイシンスポット、エイシンスポット先頭、2番手はセイオンステラ、エイシンスポット粘る、カミノクレッセ迫る、エイシンスポット、カミノクレッセ1着、2着にはどうやらエイシンスポット、見事に勝ちました。カミノクレッセ、日本ピロブレイブ完敗です。着外に沈みました。